どうも北山水泳です。はい、今日もですね、インスタのストーリーでの募集企画でございます。今日は自分なりのベストを出す方法、こちらでございます。はい。まあ、それぞれ各選手ね、自分なりにこれやったら自分はベストが出ますっていうことがあると思いますので、ちょっとそれを教えてもらおうと思います。過去の自分の泳ぎと速い人の泳ぎを比べる。これいいですね。僕もこれやりますね。はい。まあ僕は自分の泳ぎを変えたいとか、自分の泳ぎをちょっと見つめ直したいって時にこれやります。はい。で、まあこれ注意点としては、自分の泳ぎと全く違うタイプの人。例えば、自分はプルタイプなのに、キックタイプの人の泳ぎを比べてしまうと、ちょっと自分の泳ぎの軸から崩れるんで、自分の泳ぎとちょっと近めの人、そういう泳ぎの人の、テクニックを盗んでいくっていうのがおすすめですね。はい。なので、まあ、結構オリンピックとか見て、海外の選手の泳ぎを真似しようとすると、ちょっと体格が違いすぎるんで、ちょっとテクニックを真似するのが無理なんで、まあ、基本的には自分のタイムよりちょっと速いなとか、自分よりちょっと速いなとか、まあ、日本人選手であるとか、そういった選手の真似をしたり比較するのが基本的にはいいですね。泳ぐ前に叫ぶ、ちょっとやめてほしいですね。はい。これはね、うるさいです。たまにいますよね、レース前に叫ぶ人、笛が鳴ってピーピーピーで叫ぶ人、あれはね、別に個人の自由やけど、まあ僕としては泳ぐ前に隣でそれをされるとわってなるんで、わってなって、わってなって集中力するんで、基本的には、なるべく他の周りに迷惑をかけない程度に、自分のルーティンとかはするようにした方がいいと思いますね。あんまり海外の選手とかでも高齢する人おらんよね。ベストを出した時の最高の結末と出なかった時の最悪の未来を極端に考えるゾーンに入るため。すごいね、これでゾーン入れるんか。まあ結構その自分のベストが出ていい結末っていうのを思い描く人は多いんですけど、これ逆のベストが出なかった場合の最悪の未来を考えるっていう人はあんまり見たことないね。これやっちゃうと、僕の場合はちょっとまあレースで泳ぎますと、レースで泳いでちょっと今日調子悪いんちゃうかって思った瞬間に、その未来がちょっとパーってちょっとフラッシュバックするんで、あんまり僕は最悪の未来は考えないようにします。はい。ただこの人はどっちも考えてその自分の集中力を高めるってことなんで、まあこれはすごいね、はい、新しいと思います。これができるって相当すごいよ。まあイメージトレーニングは基本的に大事だね。トップ選手もレース前にはイメージトレーニングをするようにしてると言ってました。僕は基本的にいい未来と言いますか、まあずっといいことというか、絶対にベスト出るよねっていうことしか考えないようにしてます。彼女に応援してもらう、こんな横島な気持ちでベストが出るんだね。僕は基本的に、まあ学生時代とかもそうだけど、なんかこのレースが終わったら彼女に会えるとか、このレースが終わったらなんかいいことがあるぞみたいないう風なことを考えると基本的にダメですね、僕の場合は。なのであんまり僕はね、レース前とかに彼女のことを思ったり、彼女が応援してくれてどのコードみたいなことになっちゃうとあんま良くないんで、僕はこれあんまりしないですね。はい。特に現役時代は彼女が試合に来たとかは一回もないですね。なんか来てほしくなかったしね。前日まで結構練習する。あ、これはね、たまにいますね。まあ練習結構ね、試合前になってくると練習量落ちてくるんで、落ちてきすぎて泳がれへんっていう人結構いるので、まあ前日まで結構練習量を増やして、まあ普通の普段とあんま変わらんぐらい泳いでレースに挑んだら普通にタイム出ますよねって人いますね、これ。僕の周りもいましたね。僕は割とテーパーというか落とすタイプですけども、まあこれしても全然タイム出るよって人もいるんで、まあ、テーパーかけてあんまりちょっと調子上がらへんなっていう人は普通に練習しながらレース行くのもいいかもしれませんね。レース後に食べるロールケーキを思い出すとベストが出る。ああ、食べ物ね。まあ、レース終わったら毎回これ食べるっていうルーティーンがある人もいますよね。レース前のルーティーンじゃなくて、レース後のルーティーンがある人は結構いますよね。ロールケーキいいな。
僕もレース後は基本的に美味しいもの食べますけども、まあそれ目的でレースするわけじゃないんですが、まあロールケーキ美味しいよね。わかる気持ちは。アミノバイタル飲んでテンション上げる。アミノバイタルはそんなテンションが上がるようなものは入ってませんが、はい、テンション上がるんですね、あなたは。アミノバイタルはね、まあ僕も飲みますよ、レース前とかは。レース前とか、レース前の1週間前ぐらいから飲むかな。うん。で、アミノ酸を取って筋肉をこう、疲れないようにしていくんですけども、まあ、基本的にアミノバイタルにはそんなカフェインみたいな要素は入ってないんで、はい、勘違いはしないようにしてくださいね。まあ、アミノバイタルはもうみんな持ってるよね。うん。別にアミノバイタルじゃなくても、アミノバイタル的な、こう、アミノ酸だったら何でもいいと思うんで、はい。お金がなくてアミノバイタル買えないよっていう人は、なんかもうちょっと安めのやつ買ってもいいと思います。一週間前から早寝早起きをしたら、大ベスト出た。これはね、ほんまよ。これはほんまやった方がいいよ。なぜかというと、まあ、試合って結構ね、朝早くからレースがあったりするんですよ。はい。朝早く、まあ、9時ぐらいかな、レースが始まるのは。で、朝一レースがあったりするんですけど、まあね、普通に普段8時に起きますとかいう人いると思いますけども、8時に起きますっていう人。で、そのレース当日は10時にレースがありますっていう人が、として、まあ、8時に起きるような生活を毎日続けていますと、まあ、その体がその8時に起きて、っていう状態になっちゃうんで、まあ試合がある日は、特にレースが早めにあるっていう場合は、早寝早起きをしてもらうと、自分の体の活動時間っていうのが、ちょっとずれるんで、はい。早朝でも、朝でも、タイムが出るようになってきます。なので、オリンピック選手とかも、結構時差ボケをなくしていくために、早めに入ったりして、まあ、その国の時間に自分の体を合わせてからレースに出ますけども、そういった風に試合の日っていうのはその日だけ早起きするんじゃなくて、まあ、1週間ぐらい前からしっかり早寝早起きをやってあげると結構体が動かしやすくなるんで、これはぜひ試してほしいですね。北山水平を頭から消す。そもそも俺が頭にいんの、ずっと。なんで俺がずっと頭におんねん、この人は。はい。まあたまにね、こういった風に私の動画とかをレース会場でも見てくれてるって人がいますけども、まあ、うん、いいけど、俺は知らんけど、コーチがいいって言ってたらいいけど、あんまり俺の動画そんな役に立つこと言ってないから、そんなにあの試合中に見ることはお勧めしません。僕もでもね、レース会場ではどうかな、まあレースが始まる2時間3時間ぐらい前からはスマホは基本触んないですね。触んないというか、もう触らないで、することがあるんで、触んないっていうイメージですね。うん。まあ、北山水泳のことは、レース中は考えてはいけませんよ。今回以上でございました。皆さんなりの、ベストが出る方法でございました。まあ、自分に合った方法っていうのは絶対あると思うんで、まあ、この中から1個でも2個でもいいと思うんで、どれかちょっとやってみて、はい、調子が悪いよっていう人、どれか1個やってみて、タイムが上がったらいいなというふうに思います。はい。どれか一個試してみるようにしてください。では、今回以上です。